サセックス公爵ヘンリー王子は、イギリス王室の聖員、軍人。英語圏では、通常、ハリー王子という短縮型で呼ばれている。ヘンリーと兄のウィリアム、2009年1984年9月15日、女王エリザベス2世紀の孫、ウェールズ大公チャールズとウェールズ皇妃、ダイアナの次男として誕生する。兄は、ケンブリッジ公、ウィリアム。父、兄。 兄の子女である、ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子に次いで、英国王位継承順位第6位にある。公式な称号及び継承は、ヒズロイ・アル・ハイネス・プリンス・ヘンリー、デューク・オブ・サセックスであるが、英語圏では、通常公式の場、非公式の場を問わずプリンス・ハリーという通称で、呼ばれている。イートン校を卒業した後、ヘンリーは、オーストラリアの牧場で勤務したり、 レソトの孤児院で、奉仕活動に従事するなどした。2005年にはサンドハースと、王立陸軍士官学校に入学し、将来は、この駅兵になりたいと語っていた。ヘンリーの文章2006年4月のサンドハースと、王立陸軍士官学校卒業後に、イギリス陸軍入隊、この駅兵連隊ブルーズロイヤルズに配属された。同連隊は、儀礼的任務だけでなく、 戦闘地域における任務にも投入されており、ヘンリーのイラク派遣も一旦決定したが、イスラーム過激派等が、ヘンリーを標的に攻撃すると予告したため、取り留めとなった。ヘンリーは特別な待遇を望んでおらず、失望しているとの声明を発表するとともに、軍を辞めるつもりはないともコメントしている。2007年末からアフガニスタンにおけるタリバン、相当作戦に国費に加わっていた。 ヘンリーは前線航空管制官としてタリバン部隊への爆撃を誘導する任務についており、これは相当の危険が伴うものであった。イギリスのメディアとは協定が結ばれ派遣の事実は公表されていなかったが、10週間後にアメリカ合衆国のインターネットメディアのドラッジ、レポートが記事を掲載したのをきっかけに大手メディアも報道を開始し、帰国した。 首相のゴードン・ブラウンはハリーを模範的な兵士であり、イギリス全土は彼の行っている素晴らしい任務を誇りに思うだろうと称賛した。アフガニスタンの旧支配勢力タリバンは2012年9月10日、前週末から同国に A 陸軍航空隊の一員として再派遣された王子について断固として殺害する計画があると明らかにした。2012年10月下旬。 派遣先のアフガニスタン南部ヘルマンドで戦闘に参加した際に地上部隊からの要請を受け戦闘ヘリコプターから空対地ミサイルを発射し結果的にタリバンの兵士を殺害することとなったこの時の作戦がヘンリーにとって初の殺害行為を伴う戦闘となったこの大池商順位3位のヘンリーによる初の殺害実行に対しイギリスの新聞は 英雄的行為だとして称賛しているが、日本の産経新聞は、殺害した相手が民間人ではなく、タリバン兵だと断定した根拠がないと指摘している。2015年6月19日除隊。最高階級は、陸軍隊員。同年ロイヤル・ビクトリア勲章のナイト・コマンダー受章。2021年2月19日、イギリス王室はヘンリーが軍人としての名誉称号を、 返上することを発表した。スポーツ好きとして知られ、イートンコー時代は、ラグビーとポロのチームに所属した。現在もスキー、モトクロス、ポロなどを趣味としている。2008年には、南アフリカ共和国で開催されたチャリティ、エンデューロレースに、ウィリアム王子と共に出場したことがある。サッカーでは、アーセナル FC の大ファンである。また、英国王室の人間は、ほとんどが、 アーセナル FC のサポーターであると語っている。レゲエやヒップホップなどの音楽への造形も深い。スキャンダルを起こすことも多いが、笑顔が多く陽気な性格であることから、国民からの人気は高い。若者層の間では、ヘンリーのファンサイトが立ち上がるなど、特に支持が厚い。2015年のラグビーワールドカップイングランド大会の開会式には、1823年の ラグビー校でのラグビーフットボール発祥の故事を描いたショートフィルムが流されたが、ジョニー・ウィルキンソンと共にラグビー校の庭師としてカメを出演し、ボールを持って失踪する少年を見て、彼は何をしているんだと、ジョニーに心配するなジョニー、あんなもの絶対流行らんとセリフを言う芝居を見せて観客を驚かせた。開会式のアトラクションの後、登壇し、挨拶のスピーチをした。 私生活では、ジンバブエ出身の恋人チェルシー・デイビーと交際していたが、2007年11月10日、A 氏ニューズ・オブ・ザ・ワールドにおいて、王子とチェルシーの破局が報じられた。その後、復縁したものの、何度かの破局、復縁を経て、2010年に破局した。二人の関係は、タブロイド誌の注目を引くような、激しいものであるだけでなく、チェルシーの父親が、 英国系住民を激しく弾圧することで知られる、ジンバブエの独裁者、ロバート・ムガベと婚姻であることが注目され批判が起こり、父親がジンバブエでの事業を売却に追い込まれるなど、高級紙にも大きく取り上げられることが多かった。2017年11月、アメリカ人の女優で離婚歴のある、メーガン・マークルとの婚約を発表。結婚式は2018年5月19日。 ロンドン中心部から西のウィンザー城にある正常事例拝道で行われた。また、結婚に際しサセックス公爵の称号を与えられ、従属爵位として、ダンバートン伯爵とキルキール男爵が与えられた。2019年5月6日午前5時26分に、第一子で長男のアーチーが誕生。妻のメーガン2019年5月6日、第一子、長男アーチー出産。 2020年1月8日、ヘンリー夫妻は主要王族の立場から引退し、一家で英国と北米を行き来しながら生活するとインスタグラムにて発表した。妻は財政的に王室から自立するために働く考えであるという。BBC の報道によると、この発表は祖母。夫妻のこれまでの経費の95%は、父のチャールズがコーンボールから得る収入から出ており、 残りの5%は国民の税金から出る王室助成金であるという。夫妻はこの王室助成金を辞退する考えであるが、主な経費を出しているチャールズは、金銭的な合意は、夫妻が王室で勤める役割次第であると明言したと、a t i イムズ氏は報じている。夫妻は2019年8月に MWX トレーディングリミテッドという会社を設立しており、同年6月に、 サセックスロイヤルという商標を申請済みで、現地報道では4億ポンドのグッズ収入が見込まれているという。1月13日にエリザベス二世女王は声明を発表し、ノーフォーク州のサンドリンガムハウスで、ヘンリー夫妻、チャールズ皇太子、ウィリアム王子らと話し合いを行ったことを明らかにした。本当は王室メンバーとして、 フルタイムで公務を行う方が望ましいと思っていますが、家族の大切な一員であり続ける一方、より独立した生活を送りたいという二人の願いを尊重し、理解していますとした上で、サセックス公爵夫妻がカナダとイギリスで生活する移行期間を設けることを認めたという。同月18日にバッキンガム宮殿は2020年春よりヘンリー夫妻が公務を離れ、 HRH の称号を返上して、サセックス公爵夫妻となること、ウィンザーにあるフロッグモアコテージの改修に使われた240万ポンドの費用も返済すると発表した。この発表後の19日にヘンリーは支援する事前団体のイベントで演説し、私たちの希望は公的資金を受け取らずに女王やイギリス連邦、イギリス軍に使え続けることだったが、残念ながらそれは、 不可能だったと説明。こうなってしまったのは非常に悲しいと話している。同年2月19日、イギリス王室はヘンリー夫妻は2020年3月31日をもって王室の公務から引退すると発表した。女王エリザベス2世は王室の公務から引退する二人に対し王室を意味するロイヤルという言葉の入った商標。 サセックスロイヤルの使用を禁止させるという。商標出願は削除され、ヘンリー夫妻は今後ロイヤルという言葉を使用しないという。同年6月、ヘンリー夫妻が講演会を専門とするエージェントでクリントン元大統領やオバマ前大統領夫妻なども手掛ける、ハリー・ウォーカー・エージェンシーと契約を結んだことが報じられた。2020年9月、ヘンリー夫妻は、 ネットフリックスや音楽ストリーミングサービスのスポティファイと8000万ポンドの複数年契約に署名した。この契約でヘンリー夫妻はネットフリックスで放映されるザ・クラウンについて発言することは禁じられているという。2021年2月19日、イギリス王室はヘンリー夫妻が王室の公務に復帰しないことと発表した。エリザベス女王がヘンリーと話をして、 王室の仕事から離れれば、公務の義務や責任を果たすことは、不可能であると確認したという。それに従い、英海兵隊や A 空軍の名誉称号、クイーンズ・コモンウェルストラスト、イングランドラグビー協会、ラグビーフットボールリーグ、ロイヤル、ナショナルシアターなどのパトロンとしての公的地位を、夫妻は返上し、他の王族がその役割を担うこととなるという。同年3月23日、 同年4月9日、エジンバラ公爵、フィリップ王杯の公共を受け、アーキュエル財団の公式サイト上で弔意を表した。メーガンは第二子妊娠中のため、単身で帰国し、17日の葬儀に参列している。コロナ禍中につき、アメリカからの渡航者は10日間の自己隔離が必要であったが、政府が定めた例外規則により参列が可能であったという。葬儀終了後は、 自己隔離先のフロッグモアコテージに戻ったと伝えられている。20日にヘンリーはロンドンを立ちアメリカに戻った。同年5月2日、世界で平等に新型コロナウイルスワクチンを促進していくことを訴えるバックスライブ、世界が再び一つになるコンサートの公開収録に共催者として登壇し、今夜私たちはインドで壊滅的な第二波と戦っている。 何百万もの家族と連帯する、新型コロナウイルスに国境は意味を持たない。ワクチン接種の権利も地理に左右されないと訴えた。CBS、レートにショーイズ・ジェームズ・コーデン2021年2月25日、CBS、レートにショーイズ・ジェームズ・コーデンに出演。ヘンリーは、自らの王室離脱に関して、王室からは、絶対に去ることはない。 英国の独々しいメディアの注目を浴びたなどと述べている。しかし、この番組の放送前にはエリザベス女王が新型コロナワクチン接種の推奨メッセージを伝えていたこともあり、英国国内の受け止めは厳しいものであった。王室専門家のフィル・ダンピアは女王がビデオ通話で自分のことより他人のことを考えましょうと伝えたとき、ヘンリー王子はロサンゼルスで 生きようようと過ごし、王族から去っていないという不条理な主張までしているのです。彼は一体何を考えているんでしょうか。きっとハリウッドのことなんでしょうね、とコメントしている。チャールズ皇太子、フィリップ王廃の電気の著者のロバート・ジョブソンは BBC ブレックファストに出演し、国民全体がワクチン接種をするという非常に重要な女王からのメッセージはヘンリー王子によって 曖昧な感じにされてしまった。プライベートが欲しいという人物が、またプライベートについて語っているのです。彼は欲しいものは、すべて手に入れた。ロスに引っ越した。両方の良いとこ取りはできないのですとヘンリーを激しく、非難した。ジョブソンはヘンリーが、公務から引退して、なお、恩位継承権6位の存在であることは、憲法上の問題ともなることから、政府が介入して、 多い継承権を剥奪するべきであるとも指摘している。ITV のロイヤルエディターのクリス・シップは、グッドモーニング・ブリテンで、ヘンリーとメーガンの英国での生活は終わった。彼らが住んでいた、フロッグモアコテージには、ユージェニー王女一家が引っ越したと述べ、SNS 上では、泣き言を言うのは止めろという非難の声が殺到することとなった。CBS オプラ・ウィンフリー賞夫妻の主張同年3月8日 CBS オプラ・ウィンフリー賞に出演番組中の主な発言は以下となる出産前に王室メンバーの一人が長男アーチーの肌の色を懸念する人種差別的発言をしたメーガンが黒人であることから望む待遇を受けられずアーチーは王子の称号を与えられず警備も提供できないと言われた そのスタッフの名前は言えないとしている。2018年の結婚式前に行われた打ち合わせでメーガンがキャサリンを泣かせたという報道があったが実際はキャサリンに泣かされていた。キャサリンが謝罪したので許した。タブロイド紙に嘘の情報を流されメーガンは自殺燃料を抱くまで追い詰められた。王室に精神的に追い詰められており、 宮殿の従業員の組合に助けを求めたが、従業員でないからと断られた。公務の引退は、周囲の無理解が原因でやむを得ず、1997年に自己死している母親のダイアナ元妃を怒らせ、動揺させたと述べた。夫妻がカナダに滞在している間に、家庭内の緊張が高まったという。ヘンリーは父チャールズと、 兄ウィリアムについて王室に囚われのみだ。同情すると発言。オプラ・ウィンフリーのもしメーガンと会うことがなかったら王室を離脱していたという質問にはメグに会った瞬間まで私も閉じ込められていたと答えている。公務の引退で2020年の第一四半期に経済的支援が打ち切られた。母のダイアナ元妃の遺産約650万ポンドを 元手に王室離脱を強行したという。父チャールズについて見捨てられた気持ちが強い。私は家族から文字通り金銭的支援を断ち切られた。祖母とは3回会話し、父親は2回会話した後、電話を取らなくなった。そして全部書面にするよう言ってきたとしている。兄ウィリアムとの不和についても言及している。ネットフリックスやスポティファイとの巨額契約は、 計画していたものではなく、家族を守る警備費用のためだった。また夫妻は2018年5月19日の結婚式の3日前にカンタベリー大主教に来てもらい、3人だけで結婚式を行ったことを明かした。夫妻の主張の信憑性について、インタビュー後の世論調査結果このインタビューの内容は、米国では、 同情的に受け止められたが、英国国民の受け止めは厳しいものであった。世論調査会社優雅部の調査では、夫妻がインタビューに応じたのが適切と答えたのは、米国では44%、英国では21%、不適切と答えたのは米国では20%、英国では47%であった。夫妻に共感すると答えたのは米国では68%、 英国では29%、他の王室メンバーに共感すると答えたのは米国では27%、英国では39%であった。米国では58%が人種問題が他の王室メンバーの対応に影響したと回答している。AA デイリーメールの調査では45歳以下と45歳以上では判断が分かれたという。十五歳以下はヘンリー夫妻。 45歳以上は王室に信頼を置くとの回答が多かったという。フィリップを廃入院中であったことで過半数はインタビューを放送する時期は正しくなかったと認識しており、人種差別に関する夫妻の主張についても41%は信じておらず34%が信じたと回答。英国が彼女に対して人種差別をしたかについては44%が 信じておらず、37%が信じたと述べたという。また、過半数が君主制に損害を与えたと考えており、すべての年齢層が、英国の納税者が、夫妻の警備費用を負担すべきではないと述べた。ほぼ半数が、女王に対し無礼であり、王位継承権も放棄すべきとしているという。アメリカでの反応米国では3月8日に、ホワイトハウスの先報道官が、 メンタルヘルスに問題を抱えていることを打ち明け、個人的な話をするのは誰にとっても勇気がいることですと告白を称賛し、米国内でメンタルヘルスに関する分野の財政支援に力を尽くす考えを明らかにした。なお、すでに夫妻は民間人であることを強調し、大統領やその他の誰かが改めてコメントはしないと述べている。 テニス選手のセリーナ・ウィリアムズは、私たちには、愛と喜び、平和、我慢強さ、親切心、善良さ、信念、穏やかさ、自己抑制が必要なことを覚えておいて、そうしたものと、相反するものは間違っている。詩人のアマンダ・ゴーマンは、メーガン妃の存在は、王室が新たな時代に向け、変化と刷新、調和を促す絶好の機会だった。宮殿はその光を不当に扱い、 それを失ったとツイートした。ブラックライブズマターの共同創設者のパールトメティは、夫妻を全面的に支持し、王室が幼いアーチーにしたように人々は王室をボイコットするべきと呼びかけた。イギリスでの反応一方、英国では ITV グッドモーニングブルテンの司会者で、ジャーナリストのピアーズ・モーガンが、このインタビューは女王と王室への絶対に恥ずべき裏切りであり、ハリーは、 アメリカと世界の他の国々が彼自身の家族を憎み、君主制を憎み、そして彼の国を憎むことを望んでいる。妻のいじめ行為の犠牲者が彼女の異様な主張について発言するのを待つことをお勧めしますとツイートした。99歳のフィリップ王イが入院中に行ったことについても激しい批判を加えている。苦情が殺到し、規制当局の調査も招く事態となったことから、 モーガンは3月9日にグッドモーニングブルテンの交番を発表している。リフォーム有形投手のナイジェル・ファラージは特権ゆえの義務を背負って生まれてきたものに逃げるという選択肢はない。ヘンリーは王族の役割を捨ててハリウッドへ逃げたが、そんな選択は父や兄には一度も許されなかったし、今もないと言い切り、エジンバラ公、フィリップ王イ入院中に家族を裏切ったヘンリーを 利己的であると非難している。英国の人種平等委員会、その後人種平等委員会の元委員長で英両、ギアナからの移民であるトレバー・フィリップスは、元デイリー・テレグラフ編集者のチャールズ・ムーアへのメールで、番組の MC は人種差別的ではないとみなされる可能性のある、ヘンリー自身の過去の行動や発言について、話し合ったかどうかを夫妻に尋ねるべきだったと述べている。 またアーチーが両親のどちらに似ている推測した王族はいただろうがそのような会話をしない家族は情がないとしている。夫妻のインタビュー内容から王室は他民族の英国の他のどの家族よりも多かれ少なかれ偏見を持っていないように見える他民族国家となっている英国の多様性を王室に取り入れることに夫妻は失敗したと結論している。 コラムニストのサラバインは王室メンバーが反論しないスタンスであることを知っていてスケープゴートに仕立て上げ第三者に激しい復讐をさせていると述べている。ヘンリーが主官学校時代に同じ主官候補生を別称で呼びナチスの紛争もしてきたことを指摘、ヘンリー夫妻は同じことをされたとき可能な限り最も否定的な方法で解釈し、その解釈を利用して 最大の攻撃を行ったとしている。テレビコメンテーターとして活動するドミニク・サミュエルズは、英国のすべての場面は人種差別を経験しているが、英国国民の大多数は両手を広げてメーガンを歓迎しており、自身も夫人を善の力と見ていたと述べている。ヘンリーがどれだけ保護しようとしても、野心的かつ誇らしげに独立したカリフォルニア人で、 ハリウッドの王女である夫人が伝統、法仕、義務によって支配される環境に適応できなかった人種ではなく文化の衝突であるという見解を示している。また、王室の補佐官が夫妻から称号を剥奪すべきかどうかを話し合ったことも明らかになっている。英国王室の対応2021年3月10日、王室は声明を発表した。 ハリーとメーガンにとってどれだけ困難な数年間だったかを知り家族は皆悲しんでいるとし人種差別問題などに関する懸念を表明した上で記憶と違う点はあるかもしれないが深刻に受け止め家族で対処していくとしている同月11日公務でキャサリン妃とロンドン市内の学校を訪れていたウィリアム王子はマスコミの質問に話をしていないがいずれする私たちは 人種差別的な家族ではないと話した。王室の上級メンバーがこのように話すことは前例のないことであるという。また、同日、王室の関係筋からの情報として、チャールズ皇太子は英国の多様性を誇りに思っており、また、ウィリアム王子はキャサリン妃を不必要に引きずり込まれたことで激怒していると報道された。チャールズ皇太子は絶望していると伝えられている。 2006年に、レソト王室の聖意層王子と協力し、レソト王国のエイズ撲滅を目的とする、サンタバリーという慈善団体を設立した。レソト王国の子供は、偏見を恐れ、自らの HIV 感染を公表したがらない、傾向がある。そのため、著名人が、小さな秘密を公表する、フィールのシェイムというキャンペーンを立ち上げ、多くの HIV 感染が、 自身の病気を告白できる環境づくりを行っている。2014年12月に自らの小さな秘密を YouTube で告白し、その呼びかけに応え多くの女優や歌手も YouTube で小さな秘密を告白している。2020年には妻のメーガンとアーチュエル財団の公式サイトを立ち上げた。2020年12月20日、 世界の災害被災地を支援するヒエリ団体ワールドセントラルキッチンと協力関係を結んでいる。ネットフリックスとスポティファイの協力で制作会社であるアーキュエルプリダクションスとアーチーローディオも設立している。握手を求められるヘンリー2011年ヘンリーはこれまでの人生で数多くのスキャンダルを巻き起こしてきた。11歳頃から酒やタバコに手を出し、 イートン校時代に入学したばかりの14歳の時にはアルコール依存症を発病した。2002年の夏にはマリファナ吸引騒動を起こし、父、チャールズの説得によって麻薬中毒患者のセミナーに参加したこともあった。勉学には手を抜き、卒業ギリギリの最低ランクの成績だったという。そのため大学には進まず、軍隊に入ることを志願した。なお、 イートン校卒業試験については不正疑惑が持ち上がった。これはイートン校を解雇された美術教師が王子が試験で提出した絵は自分が描いたとマスコミに暴露したものである。この疑惑を王子が強く否定している。2005年1月には仮想パーティーに第二次世界大戦当時的国であったドイツの 第三帝国時代の征服を模したスタイルで現れたところをタブロイド紙にスクープされ内外のマスコミから非難された。父チャールズはヘンリーとアュウィリアムにドイツが第二次世界大戦当時に国民の支持の下で起こしたホロコーストを理解するため映画シンドラーのリストを鑑賞することとアウシュビッツを訪問することを命じた。 士官学校卒業式後のパーティーではストリッパーを膝に乗せ酒を飲む様子がスクープされ映画の題名をもじったダーティーハリーの見出しが紙面に踊った2008年には泥酔しパパラッチと乱闘騒ぎを起こしたことがある2009年1月2006年のブルーズロイヤルズ連隊所属時期に同じ舞台のパキスタン人に対してパキ、 ラグヘッドと差別的発言をしていたことが発覚し、謝罪した。2012年8月、ラスベガスの高級ホテルのスイートルームで撮影された2枚のヘンリーの全裸写真がアメリカのゴシップサイトで流出した。1枚は腕時計とネックレスだけを身につけて手で股間を隠したヘンリーとその後ろに立つ別の裸の人物が写っていた。もう1枚は 性別不詳の裸の人物に後ろから抱きつくヘンリーが映っていた。王室は写真を本物と認め、現時点でのコメントはない。後日コメントするかもしれないがと述べた。王室はプライバシーの侵害だとして、イギリスのメディアにこの2枚の写真を掲載しないよう要請した。しかし、大衆紙、ザ・サンは王子の写真を掲載。死の代表者は読者には知る権利があり。 また会長であるルパート・マードックの娘が彼はキュートだから乗せるべきだと助言してきたとコメントした。2013年1月21日、アパッチ攻撃ヘリコプターの乗員として派遣されていたアフガニスタンでの任務を終え、インタビューが公開された。副操縦士として武器システムを担当していた時の体験について楽しいよ。僕はプレイステーションや XBOX で遊ぶのが大好きな。 人間だから、僕のこの親指がすごく役に立っていると思いたいねと発言。これに対し、タリバンの報道官は同月22日に王子は心の病気だ。49カ国の強力な軍隊がこの地に来てイスラム聖戦士との戦いに敗れつつある中、あの王子はこの戦争をプレイステーションだかなんだかのゲームと比較してくれたと非難した。 ヘンリーの言葉は真に受けていないという、ウィキメディアコモンズにはヘンリーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。